んじゃ、今日はちょっとうちの家を見てもらいたい。みんなちょっとだらしなくて汚いっていうのがあるんだが、それを象徴するのはこの花瓶、花、いつの花かもわかんねえけども、カビだらけになってこんな感じのだらしねえ家なんだ。今日はそのだらしねえうちらの家の冷蔵庫の放置されている食材を調査するぜ。ちょっと来てくれ、この冷蔵庫の中、汚ねえけど、この上のこの欄、なんだよこれ。これ多分大根なんだけど、もう水分がなくなりすぎて、食ってみようと思うぜ。勝って、これ食えねえや。うえ、まず。なんかサラダがお前もう漬物みたいになってるとこい。なんだこれ。何？春菊。春菊。うわうわカビ。やっべ。うわ。ちょっとこれはちょっとダメだな。さあ。メインはこれだ。2016年3月11日、1年4ヶ月ぐらいまで。ちょっと開けてみます。意外と見た目普通だけど、あああカッチカチじゃん、納豆が。なんかえ、クッキーみたいじゃない。ちょっとそれ食べれるんですか。ちょっとこれいけそうじゃない。あ、いけそう。お、すごい。なんか音は美味しそうだな、なんか。あ、味もなっこ。え、苦い。うわ苦いの。苦い。もう椎茸、汁がすごいわ、汁が。なんだよこれ、ちょっとキノコ。うわ納豆くっさ。臭い。あ、納豆くっさ。やばい。見てください。なんですか。ちょっとね、卵食い忘れたのがあって、ちょっと。2016年。3月と2015年の2年前の卵、ちょっと食い忘れてそのまま置いて、ちょっとペンでメモして書いてあって、ちょっとこれすごいよ。ちょっと待って、持ってみて。普通の卵こっちなの。あ、全然違う。え、なんで。やばいでしょ。ちょっと何これ。卵のさ、重さがちょっとこれ分かんないと思うんだけどな。これマジで全然違うのよ。中身がちょっとどうなってんのか、これちょっと気になる。ちょっと気になるの。卵が化石になってるぞ。あ、腐ってはない。何か匂いはしない、全くしない。水分が全くない。いや、ちょっと食べてみよう。うわ、食うの。あ、かけかうわうわあ、納豆と一緒だ。もう買ったくて。うわ、苦っ。お、苦いわ。うん、腐ってはないでも。なるほど、オッケーっす。さあ、これで終わろうと思ったら、実はね、本当はこの卵で終わろうと思ったら、もっとやばいものを発見してしまいました。